今回はチナミンの愛称でおなじみ、ファッションモデル、グラビアモデル、タレント、女優、 YouTuber として活躍中の鈴木チナミさんをご紹介します。所属事務所は GRICK です。鈴木さんは1989年9月26日生まれの、現在は33歳、 A 型、身長167センチ、3サイズは上から80、59、86センチ。チナミという名前の由来は、チナム、人と人との縁をつなぐような人になってほしいとの願いを込めて命名されたそうです。岐阜県土岐郡笠原町出身、名古屋市にある有名なお嬢様学校、金城学院高校を卒業されています。負けず嫌いな性格で、12歳から英会話を習っていらっしゃいました。留学も経験されています。中学、高校時代は新体操部に所属、部長も務められました。元 SKE48 の大谷雅奈さんはその時の後輩だそうです。特技は書道、新体操、英会話とされています。これらのことからわかるように、鈴木さんは文武両道でスポーツもできるお嬢様だったようですね。高校卒業後、東京の池袋にある立教大学へ進学、こちらの入学式でスカウトされたことがデビューのきっかけとなりました。最初は不安だったそうですが、両親にアドバイスされたこともあり、芸能界に入りモデルになることを決断。2008年にデビューされ、同年11月にファッション雑誌 WIZ の専属モデルとなられました。その後、2009年に応募総数206人の中から2010年度東レキャンペーンガールに選出されます。そして2012年4月から目覚まし土曜日の海外ロケコーナー、ココシラトップオブザワールドのリポーターを2年間務められ、ここでも大変な人気を博し活躍されました。こちらを DVD 化したシリーズ、目覚ましプレゼンツ鈴木ちなみのトップオブザワールド、目覚ましプレゼンツ鈴木ちなみのトップオブザワールドシーズン2では、厳選した4カ国が収録されており、さらに未放送のオフショットなどの特典映像も満載、鈴木さんの魅力がたっぷり詰まった人気 DVD 作品となっております。同年11月30日、集英社から発売された大型本のファースト写真集ちなみには鈴木さんの水着写真集となっております。現時点ではこの作品が唯一無二の鈴木さんの写真集です。見ているだけで癒されるスマイルに、豊満なバストを惜しみなく披露した水着姿、さらにサービスカットの美しい手ぶらショットはもう圧巻の一言です。鈴木さんは2020年2月11日一般男性と結婚をされ、2021年9月27日第一子の出産を報告されています。そして2022年6月1日家族と共にシンガポールに移住することを自身のインスタグラムで発表されました。その後の芸能活動については、できる範囲で継続されるとの意向だそうです。たくさんの海外ロケを経験された鈴木さん、シンガポールを選ばれた理由も気になるところです。これからは海外からにはなりますが、より一層の活躍を期待します。今後の活動にも注目です。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。